三浦半島最南端の城ヶ島、その東半分を占めるのが城ヶ島公園。公園内の松林を抜けると独特な草原風景が広がります。この景観は太平洋から吹きつける強風と降り注ぐ日差しが作り出したもの。ほとんどの植物は高くなれないのです。公園の西、外洋に面したあたりでは荒波が作り出した海食岩が見られます。荒々しく打ちつける波は大きく吸い込まれてしまうのではと思うほどです。海風そよぐ船着き場では、漁場から帰った船乗りさんが魚の仕分け。どんな魚が取れたのでしょう。三浦岬のホテル13階よりの夕日。明日も良い天気でありますように。